三匹走車所上山走車所津久井館中をバス、所属だった車両神奈川中央交通西、津久井営業所は神奈川県相模原市緑区三匹に所在する神奈川中央交通西の営業所である。営業所としての機能だけでなく、当エリアの路線網の拠点となっており、待合室や売店、自動販売機、定期券販売所などの旅客サービス施設も整っているため、 三影バスターミナルと呼ばれることもある。管轄下に、津久井営業所城山総車所を置く。所属車両の車番につけられる営業所の略号は、津久井営業所時代から引き続き、津で、津久井館な公バスの自社所有者は T、T マイナスであった。以前は、津久井営業所という独立した営業所で、城山総車所は、津久井営業所に所属していた総車所だったが、 2005年4月16日に所管する全車両全路線の運行管理を津久井神奈高バス津久井営業所へ委託し相模原営業所が所管する総車所へ組織変更されたその後2017年1月の神奈川中央交通グループ組織再編によって神奈川中央交通西の所管となり三景総車所は再び神奈川中央交通西市津久井営業所に 白山総社所も津久井営業所の分社異なった。現在の三劇総社所は相模原市緑区全域及び町田市境地域。白山総社所は町田市境地域と相模原市緑区城山の路線を担当している。なお、ここではかつて存在した津久井神奈港バス津久井営業所の所管路線についても合わせて記述する。城山大橋付近を走行する橋01横浜線。 相模線橋本駅と津久井地区中心部を結ぶ津久井営業所の主力路線である。橋本駅周辺と相模中野付近を除いた前、区間で国道413号を走行する。早朝は出港階層の客扱いを兼ねた橋本駅、南口行きが運行される。走れ1では国鉄分割民営化以前に連絡運輸を取り扱っており、国鉄との接続駅は、 橋本駅である。路線名の中野線は、橋本久保沢相模中野間の路線名称で、途中停留所の相模中野が、旧国名を冠しているのは、当時の名残である。2015年2月7日にプレジャーフォレストへのアクセス路線として、橋11が新設された。三匹マイナスプレジャーフォレスト間は直行となり、土曜、休日に二往復が運行される。 2004年の路線再編時に、旧、走れ7を延伸する形で新設した路線である。これによって1日2便だったものが1日10便程度と大幅に増発された。なお、本路線は国庫補助制度を活用して運営が行われているほか、関取屋間は自由乗降区間として設定されている。鳥居原ふれあいの館から宮ヶ瀬までは徒歩30分程度で、 乗り継ぎが可能である。2004年9月27日の大規模路線再編時に、旧橋03を経路を変更して新設した。日中時間帯は設定されておらず、全体で見ても1時間に1から2便と本数は少ない。橋本駅と城山総社小毛よりの城山及び上中沢三井経由で三匹方面へ向かう路線である。 橋09は2014年10月に新設された、工術の橋10.311を統合して、橋本駅三井三影館の通し、運行としたもので、津久井地区の生活交通確保対策にあたっての実証運行路線に位置付けられている。その後、2015年10月から本格運行に移行された。橋31は、橋本駅方向の片道運行だが、2004年までは、 往復運行を行っていた。2000年に新設された路線で、東原宿交差点で国道413号を離れてから町や広田地域を通り、片栗の里を経由して若葉大住宅へ至る。袋が早朝のみ、往路が夕方の運行と本数が少ない。系統番号なしの直通便は、上山片栗の里の開花時期に合わせて運行される。 臨時直行便である。国道413号を精神し、日本松から東京家政学院を呼び、法政大学へ向かう路線である。橋18.24は、東原宿交差点を北上して、東京都町田市へ入る。橋26は、川尻交差点で県道48号に入り、大戸で引き返してから、町田街道経由で、法政大学へ向かうが、 1>, 1日1から2便程度の免許維持路線となっている。橋本駅から町田街道を精神する路線群で橋16は夜間のみ、橋20は平日早朝に1便が運行されるほかは全て橋25が設定されている。法政大学への路線はかつて相模原営業所の担当だったが、現在は机が担当している。2016年3月28日の相原駅。 西口ロータリー開設によって愛原停留所の折り返し場が閉鎖され、町田街道上に停留所が移設された。橋27はかつて原宿5丁目から手前の原宿近隣公園泊まりだったが、原宿5丁目発着へ延伸された。橋41は以前まで橋本営業所所管の路線だったが、2019年3月16日からつくいとの共管になった。 愛原駅西口横浜線愛原駅から町田街道を精神して法政大学へ向かう。従来は愛原停留所が愛原駅の最寄りだったが2016年3月28日の愛原駅西口ロータリー開設によって乗り入れが開始され愛原停留所は経由しなくなった。なお法政大学方面の休校便は土曜休日運休となる。 現26は2004年9月27日に新設された法政大学校内まで乗り入れる休校便だが実際の旅客案内における系統番号は法政大学泊まりと同じ現住9となっている。相原駅西口と東京家政学院を結ぶ短距離路線だが平日土曜の運行で休日は全便運休する。前述の法政大学方面の路線と同様に 従来は、相原停留所が、相原駅の最寄りだったが、2016年3月28日の、相原駅、西口ロータリー開設によって、乗り入れが開始され、相原停留所は経由しなくなった。以前は、平日午後のミネギ経由が存在したが、相原駅、西口乗り入れに伴う、路線再編によって、新米経由に一本化された。 三景気と相川町半原を結ぶ路線で、2004年に神奈川県生活交通確保地域対策協議会へ、串川橋半原間の退出意向が出され、同年の廃止候補に上がったものの、相川町方面から三景気にある、津久井高校への通学路線としての役割から、神奈川県の補助金を活用して運行が継続される、こととなった。見陰方向の一部便は、 串川橋で、橋 a 7の橋本駅方向と乗り継ぎを考慮したダイヤが設定されている。車両においては専用車が用意されており、かつては、れ a 12号車が専属で重当されていたが、現在は、津礼31、津礼33、れ a 38の3両が使用されている。三景から鳥居原ふれあいの館へ向かう片道運行の路線だが、当初は新設する予定がなかった路線である。 2004年9月27日の路線再編時に、新設した走れ7の代替で、Q353 が廃止される予定だったが、三匹奏車所から鳥居原ふれあいの館への出庫路線として維持することとなり、平日の三匹発4便を置き換える形で、片道運行として新設した。入庫便は当初から設定されず、鳥居原ふれあいの館からは走れ7として、 橋本駅へ向かう。僕は入り口付近三景気と月夜の地区を結ぶ路線で、国及び、神奈川県からの補助金対象路線である。青山東の月夜のは自由乗降区間となっているほか、月夜の停留所は山梨県南鶴郡道志村に位置するが、届出場は神奈川県相模原市とされている。2002年7月15日から2003年2月3日までは、 すくい町実験バスとして、西の折り返し場で分断、乗り継ぎになっていたが、現在では実験終了によって、両路線が運行を再開している。地議両付近を走行する湖28相模湖駅と、三景気を国道412号経由で結ぶ路線だが、湖22は、途中で国道を離れ、座らし坂上を経由してから国道へ戻る経路となっている。プレジャーフォレストでは、 冬季期間にイルミネーションイベントが行われるため、期間中の一部日程では、相模湖駅、プレジャーフォレスト前間の急行便が運行される。湖28は、地議領まで国道20号を通り、県道517号経由で、厚から、再び国道412号を3、下目まで運行する。相模湖駅から国道20号を経由して、隣の富士野駅へ向かう路線で、 かつて運行していた八王子駅上野原駅間の路線が短縮されたものである。現在は藤野駅方面の出入庫としての位置づけで乗客、本数ともに非常に少ない。古くは新宿駅から国道20号を経由して相模湖駅へ向かう路線が起源で八王子駅から上野原までの路線バスが運行していた時期もあった。 八王子市内の道路渋滞及び行楽シーズンでは、国道20号の渋滞が多く発生し、定時運行が確保できない時がある。そのため、多摩営業所の877が2010年11月20日から、八王子駅南口発着へ変更されたため、現在では、神奈川中央交通において、唯一の八王子駅北口発着路線及び、 西東京バスの営業区域を運行する路線となっている。運行本数は1日3便だが、高尾山口駅から大樽海においては、ハイカーの利用が湖28との重複区間である、千木り相模湖駅間では通勤、通学客などの利用が見られる。2020年3月29日より、高尾山口を高尾山口駅に八王子駅を 八王子駅北口にそれぞれ名称を変更した。の0八は、藤野駅から一路北を目指す路線で、道路は大部分が改良されているが、現在も一部区間が共愛区間である。日野和田間は自由乗降区間に設定されている。ハイカーで混雑することがあり、脱却時には続行便が出ることもある。の一一二位は、藤野駅から山の見温泉方面に向かう路線で、 2001年9月に、藤野駅発着路線が多数廃止された中でも、運行継続となったのが、のれいの11の両路線である。同時に、大日沢を山並温泉に名称変更している。のれいの一部便が山並温泉を経由していたが、現在は山並温泉経由便に独立した系統番号としての12が付与されている。 以前は工術の山並温泉からの接続路線に乗り継ぐことが可能だったが、一部便においてはさらに先の月夜の方面への接続が存在した。町田駅から町田街道を経由して橋本駅へ至る路線で町田、相模原、津久井の3営業所による共同運行路線だった。津久井営業所から町田駅へはかなり距離があるものの、大半の運用が津久井によるものだった。 町田駅周辺及び町田街道の渋滞によって定時運行が困難となり、津久井管内のダイヤにも影響を及ぼしていたことから、津久井、町田が撤退して相模原営業所へ一本化された後、現在は多摩営業所が担当している。現在運行中の橋0一と異なり、根っこや中野経由で向かう路線で根小屋経由を名乗っていた。2004年9月27日の 大規模路線再編によって廃止された。上記の橋例2と同様に猫や中野経由で半原へ向かう路線。2004年9月27日の大規模路線再編によって廃止され、現在は猫や中野から串川橋までが橋例7、串川橋イエンは351が代替となっている。2003年12月1日に相模原営業所へ移管された。三井経由で3。 ケキへ向かっていた路線。2014年10月に、橋本駅北口発着として、復活を遂げた。2014年10月1日に、橋09へ、統合廃止された。橋本駅と相原地区を循環運行する路線だが、先に、左回りの橋11が廃止され、残った橋12も2003年12月1日に、廃止された。上、 中沢始発の片道運行だった白山経由の出航路線で最末期は休日1便のみ運行していた。町田市立会中学校の学区域が広範囲に渡ることから設定された通学路線。久保が宿停留所を挟んで町田街道を直通する路線が平日朝に存在せず並行する町30.60などが混雑することから 大山小学校始発の片道一便が設定された。スクールバスとしての位置づけから、公式サイトや停留所などへの記載がなく、方向幕にも、経由地表記1に、スクールバスと表記されていた。なお、袋は、平行路線が、比較的混雑しない時間であることから、設定されなかった。2004年4月1日に、橋33へ、統合廃止された。 2010年9月17日に開業した有を、橋本へのシャトルバスとして運行された非常に短距離の路線。2011年に廃止された。愛原と東京家政学院を結ぶ短距離路線で平日午後のみ運行していた。2016年3月28日の愛原駅、西口ロータリー解説によって、現23に統合を廃止された。2014年10月1日に、 はしれへ、統合廃止された。2004年9月27日に二代目へ変更され、平日片道一便のみ運行していたが、2005年10月1日に、津久井町営バスの路線再編によって廃止された。沿線小学校への通学路線としての運行で、バイパスを経由する唯一の路線だった。2004年9月27日の大規模路線再編によって廃止された。 2004年9月27日の大規模路線再編によって廃止された。351と異なり、相模中野経由だった。鳥屋園の利用客減少及び生活交通と、みなされなかったことから、補助対象にならず、2002年10月1日に廃止された。2002年7月15日に355.56を、人家がある、程度存在する三景気から、西野ののま及び、 東の周辺とまとまった集落が見られない西野の家園に分断し、効率性を上げる目的で、津久井町実験バスとして西野で分断して新設した。2003年2月1日の実験終了と同時に番号のない2路線を廃止して355.56の運行を再開、2004年4月1日に357を廃止した。 西の売り替え芝も3五17の廃止と同時に廃止されている。2002年9月に神奈川県生活交通確保地域対策協議会へ当年度の退出意向が出され、2002年10月1日に藤野駅藤野大団地間のみ残しての24に変更された。相模湖駅から桂橋へ向かう路線で、以前は赤馬まりだったものを桂橋まで延伸された路線。 その後、湖28が新設されて、区間便となったが、現在は廃止されている。相模湖駅から三景気経由で宮ヶ瀬へ向かう路線。休日のみ、運行の降落色が強い路線で、厚21と宮ヶ瀬で接続するダイヤが組まれていた。2000年7月15日に廃止、帝京大学相模湖キャンパスへの通学路線だが、 薬学部が板橋キャンパスへ移転したことで必要性がなくなり2012年4月2日に廃止された。休校日ダイヤの関係で最終運行日は同年2月20日だった。なお現在は帝京大学前が諏訪らし坂上へ名称変更された上、前日の湖22が運行されている。藤野駅から大日沢を経由し東の 篠原方面に向かった路線である。沿線の過疎化などで路線バスが赤字となり、神奈川中央交通も津久井神奈港バスへ移管するなど経営改善に努めたものの状況は変わらないため、2001年9月1日に藤野町と神奈川県による藤野町実験バスの運行開始によってすべて廃止された。この実験運行は津久井神奈港バスが引き受けて、 半年間行われるが、2002年4月1日に実験運行を終了し、富士野町営バスとして道路運送法80条による廃止代替バスの自主運行が開始された。2002年10月1日に湖24の短縮路線として新設されたが、わずか半年後の2003年3月に廃止された。2007年3月11日に、 津久井神奈港バスによって新設された路線。従来は、富士野町営バスの路線だったが、津久井郡富士野町が相模原市に編入されたため、神奈川中央交通での運行となった。運賃設定は富士野町営バス時代のものを引き継ぎ、低運賃の信用性前払い方式となっているが、合併5年後をめどにた路線と同様の、運賃設定に見直す。 可能性があるとの方針が相模原市より出されている。2014年10月1日のダイヤ改正で土曜、休日が運休となり、大体の交通機関として相模原市、牧野地区、乗り合いタクシーが運行されたが、2019年4月1日に牧野地区、乗り合いタクシーとともに公共交通の見直し対象に挙げられ、廃止された。2009年4月1日に、 上記2路線の追加で新設された。2014年10月1日のダイヤ改正で土曜、休日が運休となり、大体の交通機関として、相模原市、牧野地区、乗り合いタクシーが運行されたが、2019年4月1日に、牧野地区、乗り合いタクシーとともに、公共交通の見直し対象に挙げられ、廃止された。2014年10月1日に、 市の01の代替で新設された。早朝運行で、途中の田が丘、新和田はこの路線が唯一経由する。2019年4月1日に、牧野地区、乗り合いタクシーと共に、公共交通の見直し対象に挙げられ、廃止された。富士野町が自主運行していた時期に新設された路線で、早朝片道1便のみ運行していた。 2014年10月1日にある英語へ代替廃止された。2001年9月1日のの1.079.10及びおくれ6の代替で新設された藤野町と神奈川県による藤野町実験バスである。運行は津久井神奈港バスが引き受けて半年間行われ、2002年4月1日の実験運行終了後は藤野町 A バスとして道路運送。その後、 2007年3月11日に、藤野町が相模原市へ編入されたことにより、再び神奈川中央交通による路線バスが新設が新設されたが、結局2019年4月1日に廃止されている。2004年9月27日の大規模路線再編で、津久井町によって三井市発の片回り、循環路線として新設された。 バス路線がなくなる地域への交通確保のために、津久井町コミュニティバス、山彦号として設定され、神奈川中央交通が受託して運行していた。2005年10月1日には、奇襲店を三井から旧津久井町の中心地にある奈良へ変更し、一部の経路変更も行われた。2014年4月1日付で廃止され、 同日から猫屋地区乗り合いタクシーへ代替された、同日運行開始の猫屋地区乗り合いタクシーに代替された。宮ヶ瀬停留所から宮ヶ瀬ダムの管理棟まで運行されていた、シャトルバスで1時間に1便程度の運転だった。2003年4月1日に運行終了したが、その数年後に厚木営業所によって、宮ヶ瀬ダム周辺を大きく循環運行する途中。 上降可能なシャトルバスが新設された。その後、シャトルバスは廃止され、宮ヶ瀬ダムの観光財団による自主運行へ変更されている。山間部路線を担当するという事情から、古くはナローボディー車や9メートル大型車といった特殊車が配置されてきた経緯があり、これらの車に強みがあるイスズ車が伝統的に用いられてきた。道路改修により、 一般的な大型車が使用できるようになっても、1987年にギャラリーバス、かなちゃん号が配置されるまでの大型車は、いすず車のみの配置が続いていた。また、1983年まで取引が続いた北村製作所仮装車が配備されていたのも、本区である。現在は三菱不創製の車両も多く導入されており、大型車は、ほぼ全車両が、 三菱不創生となっている。そのうち、鶴瓶一2号車については補助金の関係で、半減線に専属して運用されていた。なお、カンナ中世所属の貸切登録者として2017年1月に、日のブルーリボンシティが1台転入しており、同社が大型車では唯一三菱不創生ではない車両となっている。中型車は、イスズエルガミオが9台が配置されている。 なお2016年5月に、戸塚から転入された、三菱不走、エアロミディ MK は2017年1月に廃車となった。8 0級系統、351系統などで使用されている。ありがとうございます。